ボートレース浜名湖の5日間シリーズ日本レジャーチャンネルカップ、5日間にわたった今シリーズも残すレースはあと1つとなりました。シリーズ締めの一戦は第12レースの優勝戦でお楽しみください。対戦メンバーは1号艇柏野浩二、2号艇大沢博夢、3号艇山口優太、4号艇原田富士夫、5号艇は金子龍介、6号艇には船岡陽一郎です。ピット離れほぼ横一線、1負担3、4号6ゆっくりと枠なり、シリーズ主力陣続々と敗退する中、唯一残ったドリームメンバー、人気の中心1号艇柏野浩二の引戦です。その奥2コース、2節前にデビュー初 V を飾ったばかり、勢い船足ピカイチです。2号艇の大沢博夢、奥へとボートを流して続くセンターの3コースからの進入は3号艇の山口優太、奥3艇も定番通りゆっくりと引っ張る4号艇の原田富士夫の角戦。優勝戦を前に整備を施し登場となりました5号艇の金子龍介、アウトの5コース、そして再アウトの6コース、参加選手中唯一オール船券絡みの成績でした。初 V を目指す船岡陽一郎、枠なりの3対3優勝戦はインコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。優勝戦の12レーススタートしました。1コース4コース5コース組み込んだコースアートは1号艇4号艇5号艇、インから主導権は1号艇の柏野、2コース出ていく2号艇引いていく、つけて待っていくのは4号艇の原田富士夫、バックストレッチ入った、先陣争いはアウトコースまくった4号艇、インコース残した1号艇、1号艇4号艇が並走、3番手は2号艇の大沢、一緒にマークの旋回、スタート正常でした。トップ争いは内側から1号艇の柏野が先手を取っていく、3番手から飛び込んできました2号艇大沢、回して V ギア切り込む4号艇の原田でしたが、先頭はここで抜け出しました1号艇の柏野浩二、2番手は4号艇の原田富士夫、3番手が2号艇の大沢博夢と、上位体系は1番4番2番、レースは2周目に入りました。2周1マークの旋回バックストレッチ、1号艇柏野がクリア、4号艇の原田富士夫が握って追走、くるっと回ってきました2号艇の大沢ですが3番手、上位体系は変わらず1番4番2番142の体型です。定冠が空いた4番手は5号艇金子龍介、5番手は3号艇の山口優太、最後方が6号艇の船岡陽一郎です。各艇が2周2マークの旋回から相次いでホームに折り返すところ、先頭は独走1号艇の柏野浩二、2番手が4号艇の原田富士郎、3番手が2号艇の大沢博夢と、完全に固まった上位3艇は1号艇4号艇2号艇の順です。レースは残り1周へと入りました。3号艇を除いた5選手いずれも0台の踏み込みでした。0台前半トップスタートを仕切った1号艇柏野が先頭、2番手攻めましたが4号艇の原田富士夫、そして3番手は2号艇の大沢博夢、上位体系は1、4、2、後方3艇は5号艇、6号艇、3号艇と続いています。最後のスタンド側へと1番乗り1号艇の柏野浩二、2番手は4号艇の原田富士夫、3番手2号艇の大沢博夢と続いた優勝戦はまもなくゴールインです。先頭1番柏野優勝のゴールイン、2着は4番原田ゴールイン、3着は2番大沢ゴールイン、5番の金子、6番船岡、ラスト3番山口ゴールインです。優勝戦12レースの確定は1着1番、2着4番、3着2番以上です。第12レースはご覧のように確定しています。